しずだいスタイル、略してしずだ。この番組はあなたの未来を開く古庄自動車学校の提供でお送りします。時刻は17時25分を回ったところです。改めましてこんにちは、しずだいスタイル、略してしずだ。この番組は静岡大学と静大生の様々な情報をお届けしていく番組です。さて、今回のパーソナリティは、はい、お久しぶりでございます。私、ミドルこと竹本亮太と、はい、桃屋こと高藤健太と、たわしこと坂井です。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、たわしくん久しぶりだね。ね。あれ、俺も久しぶりなんですけど。ミドルよりももっと久しぶりで。いや、見ないからね。マジっすか。ミドルお呼びでない。そうっすか。うん、まあ、いつも出てるじゃない。頑張ってよ、頑張って。まあ、いつもこうじゃない。ね、まあ、いつものことっすよ。はい、まあ、俺もちょっと忙しかったんで、今回はご無沙汰という形なんですけどね、うん、はい、まあ、最近ね、はい、もうサークルとかみんな慣れ始めてきてね、1年生とか、うん、はい、うん、サークルのね、後輩って本当みんな可愛いよね。なんか本当みんなご飯とか食べ行ったりした、後輩とかと。あ、まあ、その今、うん、その QFM じゃなくてもう一つの入ってるサークルで、まあ、ご飯食べに行って、うん、その直属楽器が一緒の後輩2人に惚れたのはすごい良かった、うんうん、そう、直属ってなんか直属付き人みたいな。いや、でも本当にみんな直属っていうよ。あ、そうなの。だってまあいろいろあるから、パートで楽器。なるほど、タワシだったらタワシ直属ってなる。そうそうそう、 俺直属だよね。俺軍団だよ、タワシ軍団だよね。すげえ、直属って、直属って言った。ほんとにパシリみたいな。なかなか面白いな。桃屋さんはどうですか。僕サークルは高校しか入ってないようなもんなんで。ああ、なるほど。まあでも寮の後輩と飯食ったりとかしたね、はい、うん、そう、おごったりした。やっぱうん、したような気がしないでもない。どうだっけな、覚えてないよ。俺はやっぱね、なんかここは俺が払うぜって言うとね、かっこよくキリってできるよね、先輩としてね。いや、でもね、あんまり怒られてばっかでも向こうもね、気分良くないからっていうのはあると思う。まあね、一回やればいいよね。一回はやらないといけない気がするけど、一回でいいよね。一回、まあ、とりあえず一回やりたいんだよね、先輩として。飯を食いに行ったりとかするけど、最近はもうね、はい、各地だね。そういう感じだね。うん、もうだってね、別にいいじゃん。まあ、まあ、そうか、そういうもんか。各自の懐事情もありますから、そこはすいませんみたいな。まあ、はい、こんな感じでね、僕たちの先輩後輩の関係が、まあ、築けていってるわけですけども、うん、まあ、こういった年上年下の関係って、まあ、サークルだと、まあ、1年から4年っていう、まあ、ちょっと、まあ、幅が狭いと言いますか、うん、そういうのがありますよね、はい、大学内のサークルですと。で、そこで今回紹介いたします企画が、三井就職支援財団主催の熟成プログラムです、うん、はい、これが何ぞやというわけなんですけども、うん、まあ、ここでいわゆる社会人とのつながりを持って僕たちの、まあ、成長を促そうというわけなんですけども、うん、今回は、まあ、その三井就職支援財団の主催する、熟成プログラムとは何ぞやということをお送りしていきたいと思います。はい、今日のしずさ、三井就職支援財団主催の熟成プログラムについてお送りします。しずだいスタイル、略してしずさ。はい、というわけで今回、三井就職支援財団主催の熟成プログラムについてお送りするわけですが、まず今回はですね、三井就職支援財団とは、そして熟成プログラムとは、そしてこのプログラムの魅力について、この3つを語っていきたいと思います。はい、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまず三井就職支援財団とは、これについて語っていこうかと思うんですけど、皆さんご存知ですか。うん、知らないです。知ってます。はい、知ってますよね、たわしさんは。知ってます。はい、実は何を隠そう、彼は今回、三井就職支援財団主催の、まあ、この熟成プログラムの参加者でございますよね、うん、そうです。はい、まあ、そのことについてはおいおいまた後で触れていきたいかと思いますが、うん、はい、まず私の方から三井就職支援財団とはと、まあ、これを説明していきたいと思います、うん、まあ、この、財団はですね、社会人交流会、ワークショップなどのプログラムを通して、まあ、考え、決断し、行動できる力、そしてコミュニケーション力を身につける、まあ、僕たち学生がコミュニケーション力や考え、決断し、行動できる力を身につけるためを、これを目的とした活動場所を、提供する、そういった財団です、うん、はい、
でこれはですね、静岡大学とどういうつながりがあるのだということなんですけども、まあ、私たち学生のねそういった力を促す、まあ、成長を促してくれる、まあ、団体様として、まあ、静岡大学の方でも、まあ、掲示板等で、まあ、なんと言いますか、まあ、宣伝をしております。まあ、完全外部の財団の方なんですけどね、まあ、直接つながりがあると、はい、静岡大学の中にあるものっていうことじゃなくて、はい、完全課外活動なんですね。まあ、そういう形ですけども、うん、僕たち学生をね本当助けてくれるね本当ありがたい財団です。はい、でもミドル感激。はい、就職先を紹介してくれるとかじゃない、はい、ないね、あ就職先、あそういうことじゃないんだよ ね、 なるほどね。あくまで僕たちのこういった内面つうかスピリットをね、そうだね、スピリットをこうスピリッツ推しだね俺なんか。まあスピリッツ魂が、ね、魂といいますか、こう心構えでありますとか、まあ、社会人のマナーだとかそういったものを学んでいこうっていう、はい、まあ、財団でございます。はい、はい、というわけでですね、この財団で今回、行われている、プログラムについて紹介したいと思います。まあ、そこでですね、先日、私あ、ミドルとそして今はいないのですけど村野くんが、取材に行きましたので、その時の取材音源をこれ今から流させていただきたいと思います。ではお願いします。では今から始めたいと思います。よろしくお願いします。近日、主に今回開催されるプログラムの熟成プログラムというのがあったと思うのですけども、はい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 、それについてまず、取材したいと思います。まずかな、はい、5月26日から7月の7日まで、はい、これどうぞお持ちください。6日間にわたって、はい、6回講座、もう6回連続講座ですね。はい、ありがとうございます。6回コーナー、多学、まず、多学校他校学生と交流、新しい自分を発見というのと、はい、まずちなみにこの他校学生と交流、新しい自分を発見という、まあ、企画ではどのようなことをされますか。基本的にはですね、はい、他校だから、まあ、例えば静岡大学の学生もいるし、はい、県立大学、産業、静岡産業大学、はい、常葉大学、はい、他にあったかもしれないけど、まあ、そういう、こう県内の学生を中心にして、はい、あ、高校生も一部入るかもしれませんけど、高校生も入ります。高校生も入るかもしれない。まだ今申し込みがあるだけで、はい、確定してないので、まあ、高校生の場合には先生が、許可をするという形になりますので、はい、でまだ決まってないんですけど、まあ、高校生も一部入るということだろうと思いますけど、はい、その人たちを含めた学生がまだ集まるということですね。はい、それで今回のコーディネーターは、はい、私どもではなくて外部の、はい、徳田さんという方がコーディネートをされるんですけど、徳田さん、はい、それで基本的なものの発想というか、今回のこれは、はい、まあ、これは私どものここの財団のコンセプトが大体そうなんですけども、はい、皆さんが考えていることとか、はい、皆さんがこう不安に思っているとか、そういったものが何かというものをまず見つけることに、はい、で見つけたらそれをどう解決していくかということを、基本的には学生同士で語り合いながら解決をしていこうという場作りな、はい、ね、多分ね、そうなんですよ。今日はみんなひょっとしたら緊張されてるのかもしれないし、はい、緊張してないかもしれないけど、じゃあ、お父さんやお母さんと話をするとか、はい、私どもぐらい年の多い人たちと話をするときに、はい、お父さんやお母さんだったら多分緊張しないんですけど、はい、初めて会う人って緊張するんですよね。緊張します。それで皆さんが例えば小学生ぐらいと会う、はい、中学生ぐらい、あ、高校生でもいいんですけど、はい、年の若い人たちと会うときはそれほどの緊張感ないじゃないですか。はい、ないですよね。はい、そうですね。確かに小学生の子だったら、あ、こんにちは、とかさ、できとか、できますね。はい、それと同じように僕らも皆さんぐらいだったら大丈夫なんですよ。それほどの緊張感ないです。一定の緊張感ありますけど、はい、それないんですよね。はい、でそれは年齢から来るものなのか、経験値から来るものなのか、あるいはこう、なんて言うんでしょうか、まあ、情報量がある人とない人の違いなのか、はい、何か分かりませんけど、一定の緊張するんですよ。はい、一定の緊張、はい、でこれは誰もがするんですよね。誰もがするんです、はい、でところがじゃあ お父さんやお母さんは何でしないかっていうと、多分慣れてるから、慣れてるか、そのお父さんっていうキャラクターが分かってるし、はい、もうその相手がこういう場合かもしれないとか、あ、はい、まあ、想像がつく範囲で慣れてる、はい、でそれはお父さんやお母さんは子供さんのことはもっと慣れてますから、はい、向き合ってもらったら正解です。
だから慣れてると大丈夫なんですよ。慣れか、はい、慣れがあると大丈夫なんだけど、はい、慣れがないと緊張するんですよ、はい、でもそれもある程度分かり始めると、今日は初めてなので、はい、もう一定の緊張感ありますけど、はい、だんだん分かってくるといらっしゃいとかこんにちはとか、はい、気楽に始まるし、皆さんも多分緊張しないでしゃべる、はい、あの多分このプログラムもそういうことなんです。社会人になれるっていうところからスタートするんです、はい、最後の過去4番の方で、学生エールがありましたら何か一言でも言うのでというのを。なるほど ね、ここへ財団、まあ、このプログラムもそうですけど、財団に来る学生たちにもそうなんですね、ここへ来るだけでもね、すっごいハードル高いんですよ、はい、で、来ようか、来まい、行かないでしょうか、来るのやめようかと思ってる人、まあ、こういうパンフレット渡された時に結構悩むんだと思うんですね、はい、行こうかな、やめようかな、でもなんか興味があって行きたいんだけどとかで、まあ、6連チャンとか6回続けてなんてそんなのアルバイトの話やだなとかなんかいろいろあるんですよ。でもとりあえずそんなことは、まあ、クリアしたとすれば、ここへ来るだけでもすごい大変なんですよ。で、来てノックして来ましたっていうんでも汗いっぱいかいてくるような感じだから、ハードル高いんですよ。で、これハードル低くしようと我々一生懸命企んでますけど、でもなかなかハードルは低くならないんですね。どんなことでもそうですけど、新しいことを知らない事務所に行って、知らない人と会って、何かしたいんですけどっていうのはすごい大変なことで、でも気持ちは何かこう自分を変えようと思ったり、自分がこう、こうなんか霧が晴れない、ような状態でいた時に何かきっかけになればと思って、はい、思ってくるわけですよね、はい、でハードル高い、ハードル、でも入ってここへ来てノックして入ったっていうことはすごいハードルを超えたってことなんですよ、はい、でそういったことはこれからまあ社会に出る、あれ社会に出る前の学生時代もいっぱいあることで、で一歩超えたのはいいんだけど、一歩超えたら一緒になってそこに溶け込もうっていうね。だから僕はいつもなんかエール送ってくれって言われるんだったら、こう一緒にトレーニングしようと、はい、でこちら側もトレーニングなんですよ実は、一緒にトレーニングするんですよね。だって今まで僕らやってきたことなんですけど、忘れてることは山ほどあって、今日もスーツ着てないのもそうなんですけど、指摘されればいっぱいあるんですよ。できてない、大人いい年してもできてないってことは。だからそういったことを一緒にトレーニングしよう。だから学生たちがやって、僕らがやらない、教えるっていう、教える人と教えられる人がいるっていうスタイルではなくて、一緒にやる、一緒にやる。皆さんが考えている悩みとか、皆さんが思っている思いだとかっていうのは、僕らじゃもうとっくに理解できないことがあるんですよ。昔は理解できたかもしれないけど、はい、だから僕らも学ばせてもらうし、はい、そこが悩んでいることもあれば、そこにこう少しでも寄り添えるようにね、はい、そうかって寄り添えるようになんか学んでいきたいなっていうふうに僕らも思うので、はい、だからぜひそういった意味でこう来てもらうのもいいんで、はい、一緒になんかこうトレーニングしていきたいねっていうふうに思ってます、はい、ありがとうございます、うん、はい、というわけで取材音源の方を流させていただきましたが、はい、改めまして、まずプログラムがどのような構成になっているのかということを説明させていただきたいと思います。まず、取材音源でも、おっしゃっていた通り、6階建ての、プログラムになっております。第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、まあ、これでまず5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月30日、長野月7日とあるわけですけども、はい、今、僕が言ってたの、あれで、うん、言っていた言葉で、リスナーの方、うんって思いましたよね。はい、実はこのプログラム参加、実はもう終わってるんです。はい、もう1回目、2回目が終わっちゃったんです、ね、そうなんです。はい、ですから、まあ、参加したいという方は、次回プログラムのためにどういったものかなという感じで、まあ、見学にいらっしゃってもらえればと思います。まあ、それぞれプログラムがあって、はい、なんか作るその企画を作る人が毎回違ったりとかして、はい、その企画もいろいろ違うので、はい、もう本当に三井就職支援財団というところを、はい、まあ、チェックしていただければ、はい、ちょっと気にかけていただければきっとその情報も引っかかってくると思うので、はい、ぜひチェックしていただきたいなと。はい、ありがとうございます、はい、さすが熟成のたわしさんですね。もうきっちり宣伝してますね。宣伝というか、なんか別にそういうことじゃなくて、なんかそういう回し物みたいじゃなくて、はい、なんていうか、分かっておりますよ、はい、まあ、素晴らしいんで本当にいいところなんで、はい、その皆さんにもっと知ってもらいたいみたいなのも僕的にもありまして、はい、そうですね、うん、はい、なるほど、はい、
というわけでですね、まあ、今おっしゃってくれたようにこのプログラムの、ね、魅力についてそして最後に語っていこうではないかと思います。はい、うん、まずこの、ね、プログラムの魅力というのは、うん、まず先ほどもおっしゃってました通りコミュニケーション力を磨く場なんですよ、うん、皆さん、うん、はい、コミュニケーション力といって何を思い浮かべますか。聞く力、喋る力、どっちが大事だと思いますか。はい、田橋さん、まあ、もちろんどっちもなってきますよね。なんか聞いてちゃんと返して、はい、でまた行って返してもらうっていう、はい、その相互関係、はい、まあ、お互いがいて成り立つものなんで、はい、まあ、どっちが大事っていうよりも、はい、もうどっちも大事、どっちも大事、はい、はい、もやさん、まあ、でも自分は今言われ社会で言われてるコミュニケーション力っていうのは喋る方だと思ってるんですけど、はい、どうなのかな、はい、どっちかなって、はい、そうですね、先ほどの、取材音源では、流れていなかったと思うんですけども、まあ、主にコミュニケーション力は聞く力であると、三井さんですね、この三井就職支援財団の、創始者の三井さんが、おっしゃっていたので、うん、聞く力であると、うん、そうだね、はい、なぜかというと、うん、あらあらら、相手が言ってることを聞いてそれを理解してポーンって投げ返して、まあ、それでその上でちゃんと相手に投げ返した後にまた投げかけてくれるよう投げかけてこれるように、うん、そういった考えて余地を残しておかないといけない、うん、そういった言葉のキャッチボールですよね、まあ、うん、つまり胸元にボールを投げる、うん、そしてちゃんとゆっくり返してあげると、うん、150キロの、ね、ボールでねキャッチボールしねえよとそれなりにね80キロくらいで結構早いけど80キロも早いそういった感じでね、まあ、ちゃんと言葉のキャッチボールやっていこうと。そう、桃屋の例だったらノックになっちゃうからね。あ、打って打って、取って取って取ってみたいな、うん、おい、ちゃんと取れよ、頑張れよ、頑張れよ、なんかすごいなんか上下関係がそんなもんないよね、うん、そういう感じになるそうね、うん、まあ、もちろん喋る力も大事だと思います、うんうん、はい、まあ、そこでですね、あとこのプログラムなんですけども徳田雄介さんという方がコーディネーターをやっ、うん、そうだね、やってらっしゃるということですけども、うん、ちなみに、塾生の、田橋さん、うん、どうですか、徳田雄介さんに会ってどのような感じでしたか。気さくな大阪のおっちゃんですね。お大阪弁でガラしゃべる感じで、はいはい、でまあそうね、もともとはその関西でその暮らしてて、はい、であの浜松に来て大学を作るっていうその仕事をしてて、はい、でまた最近はなんか仕事のフォトニクス、浜松フォトニクスの中に入って、はい、なんかまたお仕事をしてるみたいで、はい、まあ、なかなかそのいろいろ経験されてる方ですごいお話も面白いです、はいはいはい、そういった社会人の方と触れ合ってみてやっぱりためになるなとか、うん、ここがいいなとか思うことって何がありますか。やっぱりそのいろんな社会人を見ることで、はい、なんかその自分のライフデザインとか働き方とかもそのちょっとでもイメージできるじゃないですか、はい、なんでそのたくさんその社会人の方と会うっていうのはすごい大きなことだなとはここに入ってすごい思いますね。おお、さすが言うことが違いますねなんかすごいいやらしい感じで返されるのできるやつは。いや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 、まあね、僕たちそうですね、僕なんかはまあこのプログラムには入ってない身入りですから当然といえば当然ですけども大学生ってね、まあ学生あまり社会人と触れ合う機会がない、うん、ないですね本当に。でもここに入って思うのは、はい、いやまだまだ俺って未熟者だなっていうのはもうつくづく力不足は感じますね、はい、うん、そうなのか。でもその少なくとも胃の中の蛙だなっていうふうに知るだけでも大きいっていうところが、うん、そうそう、それは、はい、うん、あるんではないかなと思います、うん、はい、というわけでですねこのプログラムの魅力というものは、コミュニケーション力を身につける場であることとそして社会人と会える場であることだと思われます。はい、今回は、三井就職支援財団主催の塾生プログラムについてお送りしました。シズダイライスタイル、略してシズダ。はい、今回は三井就職支援財団主催の塾生プログラムについて話していったわけですが、うん、そうですね、
このような、話をして僕たちがね社会人だったらねどうなってるだろうなとか、あとさっき、ちょこっ と, は、オープニングでも話してましたけども、先輩後輩っていう関係で、あるような感じがしますよね、社会人とこう学生って。つまり社会人が先輩だとして僕たち学生が後輩で、そういった時に僕たち社会人がなんか学生とか あるいは子供に何か伝えてあげたいですよね。まあなかなか今そういう機会ないからね、はい、例えば桃谷さん何伝えたいですか？えなんか社会人だったら俺こんな背中で語ってやるぜみたいな。でもどうだろうね、今自分たち学生っていう立場だから、はい、なかなか社会人の気持ちっていうのは分からないなっていうのは今の純粋な感想かなって思いますね。確かにそうですね、まあ少なくとも僕たちが社会人になった時はですね、こういう風にかっこいい背中を向けれるように頑張りたいですよね。はい、俺の背中かっこいいだろうみたいな。ぶやって言うもんじゃないけどね、本当は。そんな威張ってる社会人がいていいのかな。まあ、大丈夫かな。威張っちゃいけないけど心の中では、ね、なんか俺の背中がかっこいいように見えるように頑張ろうみたいな。はい、そういう感じでいきたい、ね、頑張りましょう。頑張ろう。頑張ろうね、みんな。はい。はい、では。今回は、三井就職支援財団主催の塾生プログラムについてお送りしました。この番組へのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは sdstyle@infoseek.jp sdstyle@infoseek.jp です。番組ホームページもございます。大手検索サイトでしずだいスタイルと検索すれば一番上に出てくると思います。バックナンバーもありますので、ぜひお聞きください。この番組は、あなたの未来を開く、古庄自動車学校の提供でお送りしました。すみません。手相を見てもらいたいんですけど。わかりました。ん？あなたは今、どの自動車学校に通うか悩んでいますね。え、わかるんですか？それなら卒業生の事故率が低く指導員が親切で楽しい古庄自動車学校にしなさい。あ、はい、そうします。ところで以前どこかで会ったことがありません？ああ、大学の古庄さんのブースでティッシュ配り。お問い合わせは 0120-155-168 まで。古庄自動車学校で君も今すぐ免許を